はい、今日はこんにちは。予定時刻より2時間ぐらい遅れて、はい、2時間押しです。今日はですね、スキヤを頼んでみました。イエーイ。スキヤを人生で1回ぐらいしか食べたことなくて。ガチで？どれが気になる？あ、これが噂のチー牛ですからね。チー牛、はい、チー牛も食べてください。はい、誰が一番おすすめですか？チー牛。ガチ？結局チー牛がいっちゃうまいみたいなところがあって。でもこれマジ太りそう。いただきます。今日はですね、一人喋り始めちゃう。どうぞ回してください。ギリギリ質問コーナーみたいなのやってみようみたいな。はい、カトリって一体何者なんだ。いや、何者なのか分かってないんですけど。まあ答えて見つけていこうかな。はい、うまっ。まあ最初はね、自己紹介的なところから始めますか。ね、うまい、うん、やばい。じゃあいきますよ。はい。じゃあまずは、お名前と年齢。カトリです。年齢は23歳。もうすぐ誕生日。やばくない？24歳。24歳。これから24歳って名乗んなきゃいけないんだよ。24歳ってでもさ、若いからね。社会人2年目とかよ。でも25歳の時がなんか人生の1回目のターニングポイントのイメージない？25歳説って何してんだろう。 YouTube やってるかな。 YouTuber ファンフェス出たいけどね。出るでっかくやって出る。なんないよ。うちらの再生回数50回とかになるかもしれないし、1年後。でも再生回数50回でも好きっていう男もいるから。元彼ね。私も元彼の話もしちゃおうかな、後々。でも確かに TikTok でスキピスキピ言うけど、あんまりスキピの話はしてるか、まあ、小出しにしてるか、まあ、小出しにしてるからすごく多く聞こえるけど、そんなに。え、私同一人物のやつもいるもんね。同一人物の話めっちゃあるし。何でも答える、まあ、ファンの子から結構質問募集したんで、パン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 っていきますか。はい。やっぱなんかね、初体験とか、なんかね、質問のね、質が本当悪い、あなた。え、ね、何例えば。 NC なしだからってのもあるかもしれないけど、一人で週何回大人の声をしますかとか。本当にミントある。落ち込む。セフレは何人ですかとか。経験人数何人ですかとか。経験人数めっちゃ多いで、経験人数、ね、あと初体験はいつですか。経験人数を言うときはカノックスターチャンネルに出たときって決めてる。いつかね、いつか出た時にしか、いつかカノックスターチャンネルに出た時に聞かれると思うんだよ、言おうと思って。はい、そうしよう。そうしよう。なんで皆さん、カノックスターさんに連絡してください。経験人数を片寄りに聞いてください。連絡してください。はい、連絡してください。じゃあ行きますよ。はい。元彼は何人？何人だろう、7人ぐらい。あの、何人か待って、私の知らない人いる。私全部知ってる。それさ、何歳からの私、あの、13歳の時に付き合った手しか繋いでない子も入る。まあ、付き合おうで付き合ったら入るんじゃん。嘘。だったら10人以上いるかも。10人ぐらいか。あんま長く付き合わないよね。そうですね、最短。最短、なんだっけ、2時間とか。最短2時間。中学3年生ね。あれ、そいつはカウントしないわ、だったら。でもそいつはチューした。あ、チューしてませてんね。中3で、え、中3でチューはするやろ。しかも、え、中3でチューはいいんだけど、2時間の人でしょ、うん、付き合って2時間でチューだけ済ました。え、付き合って2秒とかでチュー。あ、違う違う、チューしてから付き合おうって言われた。それ中学でやってんの。マセガキじゃん。嘘、マセガキだよね、私。マセガキだよ、それは。そう、大人ですらさ、付き合ってからじゃないとチューしないやついいのに。そっか、だって私ね、幼稚園で恋面とか見せたりもう幼稚園のやつがさ、恋面の何が分かる。なんか幼稚園の、幼稚園から小学校1年生ぐらいの時に、なんかクラスでなんかのビデオを見ようみたいな、お昼休みの時に。で、なんかみんなはコナン君とか言うんだけど、え、恋面がないのって言って。恋面ないの。クソガキやん。マジクソガキ。高校時代の偏差値。うわ、覚えてねえ。でもさ、なんか高1からだんだん下がってった私。高校の偏差値は、私立って偏差値とかない？38。え、うん、38って何する？え、なんか口コミサイトあるじゃん、高校の。なんかこの学校には猿しかいませんって書いてあった、私の高校。なんかじゃあもう大金星、猿学校から。そうだよ、そうだよ。なんかもういいな。そう、なんかヒーローみたいな。すごいね、それは。だって私が上智に入ったから、私のおかげで推薦枠ができた。大根ってすごいね、それは。そうそうそう。あ、そうなんだ。え、マジでうちの高校は本当日本一多分ね、口コミ悪い。え、何カップですか？これは本当に G カップです。 ABCDEFG？ なんか私もう測ってなくて、でこの間サロン、バストサロンの人に聞いたら、あ、 G あると思いますよって言って。いや、でもあると思う。私は何回も裸を生で見てるんですけど。皆さんぜひグラビア買ってください。
彼氏いますか？いないです。これ本当にいないですね。マジでいないです。でも今どれくらいいない歴？半年ぐらい。半年ぐらいいないか。もうそんなでも経つか。半年も空いたことない。うわー。でさっきねガチでねカメラマンに、私ってさモテると思うって聞いたよね。真顔で。真顔でね。私も真顔でモテると思うよ。今思った結構気色ない？めっちゃ気色。え、そうなんだ、私ってモテるんだって言ったよ真顔で。何この会話。ナンパされてワンナイトある？ないです。ナンパについていくタイプじゃないよね、ゆりは。絶対違う。まずナンパってゼロから会話が始まるのが無理。でもナンパから結婚してる YouTuber がめっちゃいるわけじゃん。ありなのかも。うちらは出会いがない出会いがないって口先でめっちゃ言うけど、ナンパなのかな。なんか私めっちゃすごい言葉があって、なんか飲み会に石原さとみは来ないけど道には石原さとみいるからって。ナンパ師に言われて、それいやでも間違ってないんだよ。間違ってないんだよ。道になごみちゃん歩いてたわけじゃん。いや本当にそうなんだよ。だからナンパであんな可愛い子と結婚できるという未来があるそう。飲み会には来ないから。確かに飲み会で出会うより道歩くから可能性あるかも。今までで一番ヤバい元カレエピソードありますか？なんだろう。でもそんなさ、ユリってヤバを選ばないの？あんまクズとか選ばなくない？私がヤバいかも。そう、どちらかというとね。だって飲み会でおい迎えに来いって言って迎えに来させて、私が一人勝手に家に帰って鍵を施錠するっていう、行き違いになってる。あ、間違えた、帰ってきちゃったって私だって。あの行き違いで迎えに来てるのに勝手に帰ってヤバい、それは怒られると思って鍵を閉めたの、全部チェーンも。それでそう鍵を閉めるっていう行動がよくわからなくて、私だから会うのが怖いのも、あ、ヤバい帰ってきちゃった怒られる。で鍵を閉めたことによって余計逆上してるわけでしょ。警察ヤバじゃんって言われて、やばくて開けたら引きずり出されて、あの5時ぐらい、朝の5時ぐらいに放り出されました。でもそれは本当偏りが悪い。マジやばいよね。やばいエピソードはないけど、私元彼に歌詞にされたことあって。え、ちょっと待って待って待って。え、アーティスト？ちょっとアーティストじゃない、アーティストじゃないんだけど音楽関係の人で。あ、そう。いやでもなんかさ、うちらがさよくさなんか女子トークみたいな感じしてるときにさ、え、普通にさなんかアーティストと付き合って歌手になりたくないって。それでその歌がめっちゃ爆売れしてほしいよねって。そうそうそう。別れた後にめっちゃ売れて、あの東京ドームとかで歌ってほしいよねって。でもそのアーティストの彼女の特権だよね。確かに。でもその私の場合はアーティストじゃないから、うん、作曲みたいな。あ、自分が歌ってるわけじゃないから、ね。そう。人に歌わせてんのもかわいそうって思うから。私の歌詞でもその歌詞見せたことあるのね。そうなんです、ね、さあ なぜかこいつが超泣いてた。大号泣。確かに。いや違って、この彼氏は本当に付き合う前から別れる時までの話を全部知ってるし、3人で飲んだこともあったしっていうのがあって、なんか私が今思い出すだけ私が号泣しそう。いやなんかうちらってその彼氏できたタイミングも一緒、うん、住んでる街も一緒みたいな、全てが同じ方向で同じスピード感で恋愛が進んでたじゃん。てかもう全部共通点があるみたいなっていうのがあったから、なんか悲しくて。え、その元彼についてマジ1時間ぐらい喋れる。あのエピソードトークで。その元彼のね、あの歌詞本当切なかったな。なんだっけ、あの歌詞っていうかニュアンスで言って、なんかどういう、え、なんかその街で君と同じ背丈の人を見て君を思い出すっていうのも、その子は君じゃなくてみたいな。泣けるんだがみたいな。泣けるんだが。歌詞がめちゃくちゃやばい、これ大号泣。本当に見ないでほしい。でも見てないらしい、私も見れないらしい。そうそう、噂によると元カレに届いてないといいですけど。でも元カレの社員は全員見てるらしい。やばい、まずい、伝えられる、やばい。幸せになってほしいですね、はい、でもあいつの浮気ですから。はい、許さないですよ。好きなエチのシチュエーション、どういうこと？エロい雰囲気ってこと？うん、夜のドライブ。意外とドライブとかしてるんだ。あ、したことない。なんだマジ。妄想でね。妄想でと話してない。夜に音楽を流しながらドライブ。めっちゃいいよね。でも免許持ってない元彼多すぎ。あ、ガチ？え、だって私ヤバいのが、私教習所に通ったことがあって、うん、で元彼と宮古島に行こうっていう話をしたんだよ。あ、その時の彼氏で、あの宮古島って車ないと終わるみたいな。そうだよ。だから取っといてって言われて、その日までに。ゆり行くか？はい。だから教師で通ってたから。で、取っといてって言われて、はいって言って、取った次の日から宮古島でこうやって。私が。彼氏はもうこんな。ね、やばいね、その彼氏。やばいでしょ。マジやばい。やばい。マジやば彼氏で、でも、こちらも
からお前が標識を覚えろって言ったの全部お前にもテストさせて担当がね担当が違うから実技と筆記で分けてねいいじゃん私もそれだったら実技やるよそうだよ私は標識が分からないからやりたくない標識を覚えさせたの分かる分かる鳩入さんの友達の友達と友達なんですけどつい最近までカルピがいたって聞いてショックでしたって友達の友達の友達がそう言ってたんですかはい友達の友達が言ってたらしいです友達の友達誰だよマジでいないですよでも私半年前までだけどそれ以下はいないってことですよねマジでいないなんで半年前はしかもさこのさカトリの友達の友達でしょ他人じゃん他人なのにカトリちゃん来るしこの前までいたらしいよってさ自分の知らないところで話が回ってるのって本当だよねえでもこれめっちゃ最近あるなんか俺カトリとめっちゃ仲いいっすよっていう男多すぎててめえ誰だよと思ってお前さ誰なんだよって本当にほんとにきちいなんかそう言われて知り合いなのって言って誰だよって返してるでも私さ結構友達に言われるんだけどマジでカトイレの周りにいる友達って本当におもろいねって言われるのねあ確かにおもろで取り揃えてるよねなのかもしれないマジで全員おもろいんだよでもおもろくない人ともう2回目会わないからじゃないでも私元から絶望的に思わないけどねねえ最悪なことさ言われてなんかおばあちゃんおとといぐらい会った人に、うん、あの絶望的に思わない彼氏とは別れたのって言われて第三者からマジ日本一つまんない彼氏って言われたじゃあまあ次付き合う彼氏はおもろで探すしかないですね、うん、結構ショックだったそれ聞いてあ第三者に言われるとショックだな、まあ、優しかったねまあ優しさを取ってたわけですから、はい、じゃあ今彼氏いない方おじさんですけどはいだからワードセンスのあるコメントで YouTube のコメント欄を埋めましょう一番ワードセンスあるやつに突入付き合って、はい、付き合いますお願いしますありがとうございました大丈夫これ